京電力福島第一原子力発電所長の吉田と申します。この度は私どもの事故によりまして地元の皆様、福島県の皆様、そして日本国中の皆様に多大なるご迷惑をおかけいたしておりますことを深くお詫び申し上げます。3月11日以来、私どもは日本国内の各機関、企業さん、そして世界各国の協力を得まして先月ステップ1を達成することができました。現在地元の皆様の一日も早いご帰宅と、そして発電所の安定化に向けたステップ2に取り組んでおるところでございます。またこの間、日本国中、そして世界各国から温かい励ましのメッセージなどをいただいております。これは私どもの心の糧となっております。本当にありがとうございました。本日は発電所の近況につきましてビデオにて皆様にご紹介をしたいというふうに考えております。ぜひご覧いただければと思っております。よろしくお願いします。非常に責任感を持ってですね、作業をされていらっしゃいます。で、その中で、例えば体調が悪いという時に、なかなかそれを言い出せないという方もいらっしゃるんですけれども、ぜひですね、そこはご自分の体調のため、それとともにやっぱり仲間のためにもですね、しっかり体調が悪い時には申し出るということをしていただきたい。力になれればと思いまして、バックアップするつもりで、やってまいりました。今現在はですね、1号機の方の使用済み燃料プールの冷却、システムの試運転を実施しております。これまで使用済み燃料プールの温度が、割と高めで、推移したんですけども、本日から冷却システムを運転したことによってですね、40度前後で、安定した冷却状態で、系統が運転できているというような状態に、出ることができました。1号機原子炉建屋のカバー工事、こちらの実施を行っております。本日はカバーの骨組みとなります鉄骨の建て方工事に着手したところでございます。カバーをすることによってですね、放射性物質の飛散の抑制、それから雨水等の侵入、これを防ぐということができると思います。この度、東芝製の新型排水処理設備サリーの製付け工事が完了し、試運転の段階に入りました。今後、農村市の稼働により排水の安定処理、処理量の増加を実現し、プラントの早期収束に貢献できるものと考えております。3月の11日からちょうど5ヶ月になりました。収束に向けて一歩ずつ前進していきたいと思います。それでは発電所の方からプラントの状況と作業関係についての報告をお願いします。はい、福島第一でございます。今日ですね、熱中症けが人の発生はございませんでした。ただ明日は今日より気温が上がるという予報が出ておりますので、引き続き作業安全には万全を期したいと思います。
原子力安全保安院福島地域原子力安全業務統括の渡辺です。私はこの第二発電所にございます第一の安定化センターに常駐しております。また第一発電所には原子力保安検査官が常駐しております。きっちりと安全確認検査を行い、確実にステップ2の実現、すなわち冷温停止の実現に最大限努力してまいりたいと思っております。